まあ結局いかに的に当てるかってことですよね。例えば、何ですか、この部分とか、こういう目印のついた部分に対して、まあ、どうですかね。まあ今左でやったんですけども、こうやって当てる、極力ポイントで当てれるようにまあしようかなと思ってますが、まあ、とにかく、その中ではお互い動きますけども、とりあえず止まってるものに当てれなかったら、動いてるのに当てるというのはまず不可能なので、いかに早く当てるかですよね、多分。まあ、あと思ったんですけども、どうしても倒さなきゃいけないっていうのは、まあ、両手でしっかり握っても、相手のカウンター、こちらと向こうの出会い頭が、そうですね、粉砕するくらいの気持ちで、まあ、もう両手で押し込んでしまうというか、まあ、粉砕する気持ちでもやるしかないかなと思ってますね。まあ、とにかく、毎日使ってみて、まあ、いろいろ気づきがあると思うので、まあ、その都度アップしていきたいと思います。とにかく、まあ、性格持ってるんでね、まあ、ピンポイントで、旗から見たら何してんだってなりますけども、こういうなんかピンポイント、旗でも何でもいいんでピンポイントにつけたら、あのできるだけその的に当てれるようにはしたいなと思いますね。まあ、これも練習の一環だなと思ってますんで、まあ、今日は以上です。まあ、皆さん頑張ってやってくださってると思いますんで、まあ、自分も頑張りたいと思います。ありがとうございました。